ヌボックスなんですけれども、ある裏技が使えるということで実際に試していきたいと思います。ジャパンカーレスキュー就職したい企業ナンバーワン、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日は先日納車になった N ボックスなんですけれども、ある裏技が使えるということで実際に試していきたいと思います。こちらの N ボックス紹介動画も投稿しておりますので、よかったら概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひ見てみてください。こちら車体は N ボックスカスタム L グレードプラチナホワイトパールとなってます。それでは早速車に乗り込んでいきたいと思います。車内に乗り込みました。それでは早速エンジンをかけていきたいと思います。エンジンスタートストップはハンドルの右下にあります。照明が光って場所を教えてくれています。それではブレーキを踏んでエンジンスタートストップをしていきます。エンジンがかかりました。こちらは純正のナビでスタンダードモデルとなっています。ここに USB の差し込み口がついているので、 USB メモリーを持ってきたので挿してみたいと思います。はい、差し込みました。こちらオーディオの中にこのソースのところから USB というのがあるので押してみます。はい、これでUSB に入れた映像は見られるようになるようです。直接挿しています。ということで、こうしてエンジンをかけてナビを見たりですとか動画を見たりということもできるんですけれども、バッテリーに充電が溜まっている状態であればエンジンを消してアクセサリーモードで見ることができます。今回はエンジンをかけた状態からアクセサリーモードに移行するという裏技になります。それでは早速やっていきたいと思います。ストレバーのここですね、このボタンと先ほどエンジンをかけた時に使ったエンジンスタートストップを同時に押すというものになります。まず通常はですね、このエンジンスタートストップを単純に押すとエンジンが切れてしまうのでナビの画面も消えてしまいます。一度押してみます。はい、当たり前ですが消えてしまいました。この裏技を知らないとですね、一度エンジンを消してブレーキを踏まないでエンジンスタートストップを押せばアクセサリーモードになるんですけれども、そちらも一度やってみたいと思います。これでアクセサリーモードにすることができました。ここでエンジンスタートストップをもう一度押すとオンモードというものに切り替わって、全ての機能を使うことができるようになります。ただしエンジンはかかりません。これでオンモードとなりました。オンモードの際は警告表示にバッテリーのマークが出るようになっています。この状態でエンジンスタートストップをもう一度押すと完全にオフとなります。これで完全にオフとなりました。アクセサリーモードの際は消すときは2回エンジンスタートストップを押す必要があります。それでは一旦ブレーキを踏んでエンジンスタートストップを押してエンジンをかけていきます。エンジンをかけたことによって先ほど出ていたバッテリーのマークが消えました。それではここでナビの画面を消さないでエンジンだけを切るという方法を試していきたいと思います。道がわからなくなってコンビニで止まってエンジンだけ消してナビはそのまま見ていたいなんていう時もあるかと思いますので、そういった時に役に立つかと思います。エンジンを切ってナビが切れてしまうとまた起動に結構時間がかかってめんどくさいなというところがあるので、そうならないでできる方法があります。シフトレバーのこのボタンとエンジンスタートストップを同時に押すというものになります。それではやってみたいと思います。はい、これでアクセサリーモードに移
行することができました。表示もアクセサリーモードと出ています。バッテリーを使ってナビの画面を見ている形になります。ただしこちらのアクセサリーモードなんですけれども、ホンダの説明書を確認しましたところ、シフトポジションが P でパワーモードがアクセサリーモードの時、30分から60分経過するとバッテリー保護のため自動的にパワーモードがオフと同様になりますということなので、状況によってですね30分から60分で勝手に散るよということになっています。そしてこの時はハンドルロックされず、 E エントリーシステムおよびホンダスマートキーシステムによる施錠解除ができなくなりますということなので、一度エンジンを入れてまたオフに戻すという形にしてください。それではアクセサリーモードを解除していきたいと思います。エンジンスタートストップを一度押すだけでは見せないので、もう一度押します。これで完全にパワーモードがオフとなりました。もう一度エンジンをかけていきます。実はですね、ここの先ほどボタンを押したんですけれども、シフトレバーがパーキングでない状態の時はこのボタンを押していなくても勝手にアクセサリーモードになるということになっています。パーキングにしていないとエンジンをまたかけた時に危ないですので、では一旦ここはニュートラルにしています。ニュートラルにした状態だと車は止まって、今ブレーキを離していますけれども、これでエンジンスタートストップを押すとアクセサリーモードになると、でパーキングに入れてくださいということで、パーキングを忘れてますよということで表示が出ています。パーキングにするとアクセサリーモードですということになるので、もう一度エンジンを消してください。一度押すとまだ消えないので、もう一度押してください。これで完全にエンジンを消すことができました。誤ってアクセサリーモードの状態で車から離れてバッテリーが上がったりしないように、30分から60分で勝手にパワーモードがオフになるという風になっています。先ほど日産のスイフトで同じ方法を試してみたんですけれども、車両自体も少し古い年式のものだったので、シフトレバーを押してエンジンスタートストップを押しても普通にエンジンは切れましたし、パーキングレンジでないところに入っていてもナビの電源は落ちてしまったので、最近のものであればなるものもありますし、ならないものもあるというような形で、その場合は完全に一度エンジンを切ってブレーキを踏まないでエンジンスタートストップを押せば、どの車もアクセサリーモードになりますので、その方法でアクセサリーモードにしてください。ジャパンカーレスキュー。それでは実際に裏技試していきましたけれども、他のホンダの車両でもできるようになっています。ぜひ試してみてください。できない場合は一度エンジンを切ってエンジンスタートストップを押すとアクセサリーモードになります。ジャパンカーレスキューでは今後も車の情報や面白い動画など投稿していきますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画見てくれておおきに。ほなねー。